クルスクの戦い、クルスクの戦い、クルスクの戦い,の戦いは、第二次世界大戦中の1943年、東部戦線、独ソ戦ソビエト連邦、以下ソ連の都市である、クルスク周辺をめぐり、ナチスドイツ、以下ドイツ軍と、ソ連軍、赤軍との間で行われた、戦闘の名称である。ドイツ軍の正式作戦名、ツタデレ、城塞作戦、英語、オペレーションシタデル。 ドイツ側約2800両、ソ連側約3000両の合計約6000両の戦車が戦闘に参加し、史上最大の戦車戦として知られていたが、近年の研究では否定されている。クルスク戦車戦、クルスク海戦とも呼称される。1943年上半期の第3次ハリーコフ攻防戦の結果、独ソ戦の戦線は、クルスクを中心に、ソ連側の都市粒が生じた。 ドイツ軍は消耗が激しくもはや広大な戦線で大攻勢をかける力がなかったため局地的な攻勢を行って東部戦線を安定させ予想される西側連合国の大陸反攻に備えて必要な予備兵力を確保することが計画された。クルスク周辺を中心とする赤軍の都市粒へ先制攻撃をかけるべきか防衛戦後に追撃戦を行い赤軍を 撃滅するべきかが検討されたが、最終的に、アドルフ・ヒトラー、参謀総長、クルト・ザイツラー、中央軍集団司令官、ギュンタン・フォン・クルーゲラの主張により、クルスクの都市部へ、先制攻撃をかけることが決定された。作戦名は、チタデレ、城塞と名付けられ、1943年4月15日に、起案され、命令番号は、第6号を与えられた。 作戦発動は1943年5月3日と予定されたが、これには保留条項があり、結果的には行われず、逆にヒトラーは5月3日にミュンヘンに軍の高級幹部を集めて会議を開き、前日にバルターモーデル減帥から敵陣地の対戦者防御組織が非常強化されているとの話を受けて、さらに装甲兵力を増強することが必要だと考え、 6月10日まで作戦を延期することを主張した。しかし、この会議に参加した中央軍集団司令官ギュンターホン・クルーゲ元帥と南方軍集団司令官エーリッヒ・ホン・マンシュタイン元帥は延期すればソ連軍はドイツ軍以上に戦力を増して体制を整えるとして延期に反対し、さらにマンシュタインはドイツの北アフリカ前線は破綻しており、北アフリカが陥落して その後、西側連合軍がヨーロッパに上陸したら、作戦自体が成立しなくなると主張した。また、ハインツグデイリアン上級大将は、作戦法議論を主張し、その中で投入される新型のパンター戦車には、多くの初期欠陥があり、攻撃予定日までに改善できないと発言し、アルベルト・シュペーア軍事大臣もこれに同調した。しかし、ヒトラーは、北アフリカ戦線は、 チュニスへの増援が可能であり、西側連合軍のヨーロッパ上陸も6から8週間はかかるだろうと考えており、6月中は北アフリカのことは考える必要はないと判断して、自分の意見は変えなかった。その後、この会議では何も決まらず3回となったが、5月11日には6月中旬まで作戦延期が決定された。その二日後の五月十三日には、 チュニスで北アフリカのドイツイタリア軍は降伏して、島、ヨーロッパ南岸への連合軍の上陸作戦はより、現実味を帯びることになった。しかし、延期されていた6月中旬になっても、作戦は発動されず、7月1日にヒトラーは、東プロイセンの総統大本営に、全軍の司令官と軍団長を招集して、作戦開始を7月5日と、最終的に決めた。 ヒトラーもまた不利を察し、クルスクのことを考えると、気分が悪くなってくるという内心を吐露している。ドイツ軍の総攻部隊は、過去2年の東部戦線の激戦で消耗しきっていたが、1943年3月に、その生みの親であるハインツグデイリアン上級大将が、総攻兵装艦に就任し、総攻部隊の再建にあたることとなった。これまで、ドイツ軍は、 ソ連の T-34 中戦車やキロボルト -1 重戦車に苦戦を強いられてきたが、1942年下半期に T が I10 戦車が投入されたのを皮切りに、ツイタデレ作戦のために、パンター、フェルディナント、フンメルなどの新兵器が配備され、既存の戦車にも改良が加えられて、装甲部隊は自信を取り戻していた。ドイツ軍はこの作戦に、 東部戦線の戦車及び航空機のうち6割から7割を動員し、最終的な参加兵力は兵員90万人、戦車及び自走砲2700両、航空機1800機に及んだが、予備兵力は解無だった。一方赤軍は4月11日にソ連大本営においてドイツ軍が土市部を攻撃した場合は強固な防御でこの攻撃を退けて、 ドイツ軍の戦力を破壊した後、攻勢に転じて、ドイツ軍を撃破する戦略主制で後に攻撃転移という方針を暫定として決めたが、その後に、ボロネーシ方面軍司令官、ニコライバ・トゥーチンが、ベルゴロドとハリコフ方面から、先制攻撃する意見具心をした。アレクサンドル・バシレフスキー、ゲオリギー・ジューコフ、アレクセイ・アントーノフなどの軍の主要爆僚は、反対したが、 スターリン自身は、先制攻撃は魅力的だと考え迷っていたため、何度か討議が重ねられていたが、5月中旬には、戦略主制で後に攻撃転移という方針を最終的に決定した。また、ハンドック組織により、ドイツ軍の作戦を早期に察知して、クルスク周辺一帯に大規模な残壕、地下壕、鉄条網、地雷地帯、砲兵陣地、機関重陣地、 対戦車陣地を組み合わせた防衛陣地帯を8つ築して、ここに兵員133万人、戦車及び自走砲3300両、火砲2万門、航空機2650機に及ぶ大兵力を配置して、クルスク一帯を要塞化した。さらに、兵員130万、戦車及び自走砲6000両、火砲2万5000門、航空機4000機を超える。 予備兵力をその後方に待機させた。戦闘に直接参加しなかった部隊は括弧で記した。中央方面軍、クルスク都市秩父の北部に配置。ポロネーシ方面軍、クルスク都市秩父の南部に配置ステップ方面軍、後方の予備兵力。本記事では便宜上、ドイツ中央軍集団の担当戦区を北部戦線、南部軍集団の担当戦区を南部戦線と呼称する。 作戦発動日前日の7月4日、南部では午後から第2位軍団、第48装甲軍団が、深夜から第 2SS 装甲軍団が、観測所を確保するため小規模な攻撃を開始した。5日未明、ドイツ軍の準備地域に、赤軍は大規模な破砕射撃を行った。しかし若干の損耗と、北部で2時間、南部で3時間程度作戦開始が遅れただけであった。 北部を担当していたバルターモーデル上級大将、率いる中央軍集団の第9軍は、何十にも作られたソ連軍防護陣地に対し代、20戦車師団だけを投入し、突撃砲に支援された不評師団主体による攻撃を開始。5回の攻撃を繰り返したものの、ソ連側陣地の防御は、固く7200名の損を出しながらも、 オリホバーとか方面で3から6キロメートル前進し1日目を終え6日にも必死の攻撃が反復で行われ10キロメートル前進したがやはり損害が大きく7日からは攻撃の主軸を約10キロメートル東方のポニョ入り方面に変更して攻撃を再開したもののソ連側陣地を突破できず8日には攻撃の主軸を再びオリホバーとか方面に戻して 攻撃を再開したものの、ソ連側陣地を突破することができなかった。7月10日には、不評の損耗増加と、第9軍の予備兵力のすべてを投入したことにより、12km 進出したのみで完全に停止し、北部のドイツ軍の攻撃は5日間で終了した。一方南部では、5日にエイリッヒ・ォンマンシュタイン元水、率いる南方軍集団の第4総甲軍の、 第48装甲軍団と SS 第2装甲軍団が攻撃を開始。最初の攻撃は撃退されたものの、午後からは T ガー愛戦車を装備した装甲部隊を主戦力とする戦法、パンツァーカエルを投入して、攻撃正面の赤軍防御船の外周部分を突破し、10km 前進、損耗6000名した。7日未明には攻撃の主軸を、 オボヤンとプロホロフカ方面に施行したため、ソ連軍は、その方面の前線を受け持つ、第六新英軍と第一戦車軍に、待機させていた、方面軍予備兵力の投入を開始した。8日には、この方面で、激しい攻撃を開始、第一防御線を突破して、第二防衛線まで突破する勢いだったため、ソ連軍は、その突破口に、方面軍予備兵力の第二、 第5新鋭戦車軍団、不評数個師団、砲兵部隊を急遽送り込み対処した。10日からは、プロホロフカ方面に戦力を結集させて、再び攻撃を開始、第48装甲軍団と第 2SS 装甲軍団の攻撃により、第6新鋭軍と第1戦車軍は、大きな損害を受けてしまい、第6新鋭軍の陣地は2カ所で、大きな突破口を開けられてしまった。 一方、これより、南東方面の前線では、憲府軍主体が、ソ連軍第7親衛軍の陣地を攻撃して、突破したものの、陣地の防御は、より強固だったため、前進が遅れてしまい、ソ連軍の東方からの増援を阻止する任務を、十分に果たすことができずにいた。それとは対照的に、プロホロフカ方面の、第48総工軍団の進撃は、高い犠牲を払いつつも、 比較的順調であり、10日午後には攻撃開始戦から2 5トル北に、アルプセール川南岸の高地まで前進した。この川は、クルスクへの最後の天然の溶害と考えられていたため、突破されれば、ドイツ軍にクルスクへの進撃を許してしまうのと同時に、ボロネーシ方面軍の防御にも穴が開いてしまう危機に直面た。ソ連大本営は、これに対処するため、 後方の予備兵力であるステップ方面軍の第5新鋭軍と第5新鋭戦車軍を救援部隊としてボロネージ方面軍に向かわせた。一方ドイツ軍の第4装甲軍司令官ヘルマンホト上級大将はソ連軍の第1戦車軍と数個の戦車軍団がクルスクに向かう攻撃を阻止するため部隊の進撃方向の正面に展開していること第5新鋭戦車軍が ステップ方面軍に所属していることを事前に承知しており、ソ連軍の東方からの増援を阻止する、憲布軍主体の前進も遅れていたため、もし第五新衛戦車軍が進出する場合には、クルスク南部の小都市プロホロフカを通過すると考えたため、プロホロフカダッシュを第 2SS 装甲軍団に加盟し、第48装甲軍団は東に進路を変えて、第 2SS 装甲軍団を援助することになった。 7月11日には、プロホロフカを守備していた、ボロネーシ方面軍の第1戦車軍と、第6新鋭軍が、第 2SS 装甲軍団の攻撃で撃退されたため、9日の夕方に、プロホロフカに到着していた第5新鋭戦車軍が、反撃することになり、翌12日には、プロホロフカ周辺で、史上最大の戦車線とされる、プロホロフカ戦車線が起きた。 プロホロフカには、クルスクとベルゴロドを結ぶ、鉄道路線があり、さらに北西部にプショール川が流れ地形も広大な、草原であった。このプショール川と鉄道に阻まれた狭い地域で、7月12日、プロホロフカ占領を目指す、第 2SS 総工軍団のルザ師団と、第 2SS 総工軍団を撃破し、第48総工軍団の後方遮断を意図する、 第5新鋭戦車軍とで戦車戦が開始された。12日早朝、252.2高地から、前進するルザ戦車戦闘団とソ連第53、機械化旅団とが遭遇、戦車戦が始まった。これを皮切りに、次々とルザ師団の前線に、戦車部隊の飽和攻撃を繰り返し、ルザ師団は、前進を中止し防御戦闘への移行を余儀なくされた。 当時の戦闘記録によると、タンクデサントを満載した T-34 の集団が自ら築いた対戦車号を前に進行が停止し、これを飛び越えようとして転落して行動不能になる戦車部隊も中にはあった。ルザの防御線を突破した赤軍部隊もすべて撃退された。我々より10倍もの敵戦車部隊との戦闘は、これまで経験がなかった。 第7戦車中隊長 T1SS 隊というほどの激戦だった。13日のルザ師団報告によると、ソ連軍戦車192両を撃破した。こうしたソ連側の被害は、第5新鋭戦車軍司令官、パーベル・ロトミストロフがティーガー対策に近接戦闘を指示したため、砲塔に増加装甲を装備した法合戦車をティーガーと誤認して接近し、逆に、 ドイツ軍の 75mm 砲が有効な距離で、撃破されていった結果でもあった。ルザ師団の損害は24両。全損者は、砲合戦車、4両、ティーガー、1両。14日には、稼働88両に回復した。大 IISS 装甲軍団全体の損害もルザ。師団24両、DR 師団16両、T 師団20両、K60 両、全損5両。 修理可能な損傷車両55両と過去言われていたデータとは比較にならないほど小さかった。第五新鋭戦車軍は16日までに T-34-222 両 T-70-89 両チャーチル12両 SU-11 両全損と報告した。ちなみにソ連の戦士では T が撃破とよく出てくるが この時稼働していた本物のティーガーは、ルザ戦車連隊第13中隊のわずか4両に、過ぎない。これまで、この戦闘に参加した、戦車数は、ドイツ軍600両、赤軍900両にも及び両軍の損害合わせると700両に及ぶ、損耗戦だったと言われてきた。これは1八十一年まで SS の記録が、機密扱いだったため、両軍の参加した車両や構成、 損害数などは資料によって、またはドイツソ連から公開される不完全な資料で食い違いがあった。さらに崩壊前のソ連は、プロパガンダとしてこの戦いを劇的に客色して発表していたため、正確な情報が曖昧な状態になっている。赤軍は、ドイツ軍の攻勢が停止した後に行うことになっていた大規模犯行を7月12日に、クルスク都市ツブの北側で開始し、 ドイツ軍に占領されていたオリオールの解放を目指して、攻勢に出た、クツーフ作戦。この攻勢により、オリオールは8月5日に解放された。8月3日には、クルスク都市粒の南側でも反抗、ルミアンツェフ作戦を開始し、ドイツ軍に占領されていたハリコフは8月23日に、開始された。クルスクの戦いの始まりは、ドイツ軍が、 ツイタデレ作戦を開始した7月5日で明確であるが、赤軍の大規模な反抗は継続したため終わりは、明確でなく、ハリコフの解放までを、クルスクの戦いとする身が多い。その後も、赤軍の攻勢は続き、ヒトラーは、ドイツ軍をドニエプル側の西岸まで撤退させることを、承認、9月15日せざるを得ない状況となる。しかし、 赤軍の追撃は急でドニエプル川に向けて、ドイツ軍と赤軍の競争が行われた。この競争の結果、赤軍はドニエプル川の西岸に小さいながらもいくつかの共闘法を確保することに成功し、これが11月のキエフの解放に重要な役割を果たすことにいる。十分な防御体制を整えて待ち受け、ドイツ側に損害を与えた赤軍ではあったが、 ドイツ軍を上回る損害を受け、特に南部では、ドイツ軍の突出を許し、プロホロフカで消耗した、ステップ方面軍は木を迎えていた。しかし、赤軍が北部で逆攻勢、クトゥーゾフ作戦を開始し、また米英軍も7月10日に、南ヨーロッパで、シチリア島に上陸を開始。期日の通り内心では作戦に、消極的だったヒトラーはこれに、イタリアの数軸離脱。 地中海戦線の崩壊の危機を感じ、作戦はわずか1週間で中止されてしまう。しかし、マンシュタインは南部での攻勢をヒトラーに承諾させて、作戦の続行を試みたが、7月17日にイジュームとミウスの防御戦に対して、赤軍の攻勢が行われ、これに対応する部隊の派遣のために、ついに中止した。ドイツ軍は最終的には、 プロホロフカを占領することもクルスクとし部を、殲滅することもできず、戦略的な目的を達成することはできなかった。公営戦闘を行いつつ撤退したドイツ軍に対し、赤軍は予備兵力をまとめて反撃を開始した。これにより、前線で修理中のドイツの損傷車両で、構想の間に合わないものは自爆処分され、最終的な全損車両の台数が増加することに、 なった。例えば南方軍集団の戦車の全損数は7月末までに283両であったが、その後の修理可能だった車両の自爆処理によって、約400両に増加している。一方、戦場に止まったソ連軍は逆に損傷車両を極力回収して、修理、再生し、戦力を回復した。ドイツ軍は秩序立った交代と、兵力温存には成功するが、 天然の妖怪ドニエプルガーの渡下を許してしまい、クルスク進撃どころか、幼少キエフまで脱回された。クルスクの戦いは、独祖戦で、ドイツ軍が攻勢に回った最後の大規模な戦闘であり、赤軍が下記においても勝利した最初の大規模な戦闘であった。これ以降、独祖戦の主導権は完全に赤軍のものとなり、そして翌1944年のバグラチオン。 作戦によって事実上勝敗は決した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。